こんにちは田中です、えー、私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは、えー、私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていうチャンネルになっているんですけれども、えー、今回のトピックは、えー、兵庫県知事選について、えー、ちょっと語ってみたいなと思っております。えー、昨日、えーま、11月、 17日に兵庫県知事選が投開票されましてその結果斉藤元彦前知事が再選を果たしたっていう形になってるんですけれどもまず再選された斉藤前知事都知事じゃない県知事引き続きやられるということでおめでとうございますえっとですね まあ、結構あの皆さんニュースとかご覧になってる方とかってすごいいろいろこのなぜそもそも知事選が行われたのかっていろいろあったというのは皆さんご存知だと思うんですよね特に兵庫県民の方は、えー、というのもあの今年斎藤、えー、県知事の方にあのがパワハラしてるんじゃないかっていう、えー、内部告発が、えー、県の幹部から、えー、届きまして。 でそれによって、あの百条委員会、えー、地方、えー、自治体の、まあ、条例だか法律だかにのっとって、えー、百条委員会というのが開かれまして、えー、でそれにあの、まあえー、その幹部も、えー、出席する予定だったんですけれども、えーまあ、承認刊文をするということで。 ただ、あのまず、あえー、自ら命が絶たれてしまって、ちょっとその、えー、それ以降、パワハラ問題っていうのが、マスコミ上でも、えー、そのセンシェーションなのが出来事が起きてしまったので、えーまあ、テレビを中心に、新聞も中心に、斎、まあ、藤、えー、知事の、えー、がパワハラをしたんじゃないかっていうことで、あの叩くみたいな、えー、バッシングを行うみたいな報道があって、でそれにより、まあ、ちょっと、えー、議会の方でも元々、元ともと揉めてたんでしょうね。 あのー知,えー、知,知事としての資質を書いてるみたいな理由であの不信任案が出されてそれが可決されで斎、えー、藤県知事が、えー、今回その改めてあの他の候補も含めて、えー、県知事選を行うっていう形になってたんですねでその結果、あのーまあえー、前知事が斎、えー、藤前知事が、えー、改めてあの再選を果たされたとつまりあの県民に あの自分が、えー、知事としての資質があるかどうかっていうのを、えー、改めて説いたとでその結果信用得たっていう形になるんですよね今回あの、まあ、パワハラ問題っていうのを乗り越えてまあ、えー、そこに活躍したのが、あのーまあ、SNS なんじゃないかっていうことがあってというか「じゃないか」というの確定的な情報なんで事実なんですけれども斎藤前知事がその、えー、SNS を見事に活用されて で多くのサポーターであるとか、えー、ボランティアの方を集めてパワハラ問題の真実はこうだったみたいな、えー、発信を、まあ、ご,ご本人が行っているかどうかは別として、えー、いろんな方々が SNS 上とかネット上であの活動されることによって、えー、なんかそのパワハラはしてない、えー、しているみたい,な,いろんな見方があったと思うんですけどもあの結果として斎藤前知事を応援する声の方が大きかったと、えー、いう形になって よくネットを使用する層である10代から50代の方々は斎藤知事を支持してらっしゃって中には熱狂的なファンもいらっしゃって対する稲村朋美候補の方は60代70代が中心でそういった形であの まあえー、結構テレビを見る層と、えー、まことしやかに言われているのがテレビを見る層とネットを見る層での,あの二項対立があって、えーまあ、結果として今回 SNS ネット中心に情報を取っていた10代から50代以下の支持を集めるに至った斎藤全治の方が返、えー、り咲いたっていう形に、えー、なってるんじゃないかっていうことはあの皆さん指揮者が、えー、いろいろと分析、えー、されていることなんですよね。 えー、まあ、えー、私自身あのー、まあテレビってオールドメディアって言われてるじゃないですか、えー、私自身も実はその冒頭で申し上げたようにあのテレビ業界に一応は、えー、メインとしてはテレビ業界に所属しているんですねまあ今はもうネットとかもやってますけれどもあのー、まあ重きはも入り口はテレビ業界で、まあ、オールドメディア側の人間なんですよ えー、なのでちょっとそのオールドメディア側の視点に立って、まあ、視点に立つといってもあの中立的な立場でお話しさせていただきたいんですけれども、まあ、なぜこのような、あのー、まあ以前の、えー 大統領選でもそうだったじゃないですか、アメリカの。あのネットと言われていることと、えー、テレビで報道していることが全然違うと、えー。テレビではハリスさんと、えー、トランプさんがきっ抗しているっていう状況だったのに、あの蓋を開けてみると、えー、トランプさんが圧勝してたりとか、今回も斎藤都知事、斎藤都知事じゃない、えー、県知事、あのーまあ、2位の稲,稲村さんに結構大差をつけて、えー、勝たれていますよね、えー。何万秒、110万秒以上取ってますよね、斎藤県知事。 で2の稲村さんが97万票なんで、まあ、実に13万票差ついてるんですよ。それで勝ってるっていうことはまあ結構そのやっぱりその多分テレビ上テレビでは斎、まあえー、藤知事の行いとかパワハラっていうのを叩くっていうような方向が大きかったということだったと思うんですけれどもこのような結果になったってことはやっぱりその、まあ、ネット上で今いろいろ言われてますよねテレビがやっぱりもう完全に力を ネットに力を逆転されてしまったであるとか、変更報道であるとか、大統領選を見てもそうなんですけれども、そういったことが起きていると、実際に私がどう思うかっていうと、大統領選はまあちょっと、そのちゃんと正しく、日本のメディアが、大手オールドメディアが情報を拾えてなかったんじゃないかなというのは事実だと思います。 例えばその日本のオールドメディアって現地に入って取材っていうのはもうあんまりもうやらなくなってるんでこれは予算の関係もあるでしょうしいろんな力関係の問題もあるでしょうし日本のオールドメディアが取ってくるのはやっぱ CNN とか BBC であるとかあのこっちでいう NHK みたいな扱いになってるところのメディアから取ってくるとただそういったメディアってやっぱりその CNN は明確に。 えー、民主党を支持しているメディアなのでそこから取ってくるってことが、えー、多くなってしまっている関係上大統領選についてはあのハリスさんとトランプさんが拮抗しているっていうちょっとその情報が流れるに至ってしまったっていうような、えー、ことなんですよねあやっぱり現地取材をしていないっていうのはちょっと私自身も、えー、オールドメディア側の人間として反省するべきところなんじゃないかなと思いますあのー、まあ えー、そうですよね。えー、FOX ニュースとかからはあまり取ってこなかったんじゃないかなと、えー、FOX ニュースは共和党寄りのメディアなんで、えー、そこから取ってこなかったんじゃないかなっていうのは、えー、反省してる部分ではあるし、ちょっとこれは、えー、もう、あのー、やっぱりその見ている視点がネットの人々と、テレビのを見る人々と、えー、むしろその人視聴者っていうよりは中で働いている人のことだと思うんですよね。SNS とかネットに関して別に働いてない人というか、あのー IT 企業に携わってる人じゃない人たち私たちのような一般ユーザーの人たちも関わってるんでそれがすごい大きなうねりであるとか大きな力になるっていうのは、えー、分かるところではあるんですけれども、えー、まあ、えー、メディアオールドメディアに関してはそのやっぱりそこで作ってそこにいる人たちがやっぱりそのもともとその、えー、批判に目を向けるジャーナリズムってやっぱりその物事を批判するっていうのがあるから。 えー、そういったのに結構引っ張られるっていう、えー、ところもあると思うんですよね空気的な部分で例えば今回あの分かりやすかったじゃないですか斎、えー、藤氏がパワハラをしているんじゃないかっていうような告発記事が当たってこれってあの格好の餌になるんですよオールドメディア側からしたらあじゃあ今回そのオールドメディア側からしたらのジャーナリズムっていうのがあるので、えー、こ,このパワハラをそれがジャーナリズムに該当するかどうかは置いておいてあのジャーナリズムとしてあのまあ 建前としてはジャーナリズムとして、このパワハラ問題があったから、この地域の施設どうなんだっていう方向性で行こうかっていう、別にこれは、各局が集まって、こういう方向性で行こうと話し合いしてるわけじゃないんですけれども、あの、こういう方向性で行くっていうのは多分暗黙の了解のもとで、各局がこう、各局がこうバッシングしたっていうような流れになってると思うんですよ。それやっぱり、あの、やっぱり分かりやすいパワハラって問題があると、それがやっぱり視聴率を取る、え、ー 格好の手段になりますし、えー、こういうことによって何ていうか、えー、世の中、えーまあ、あのやっぱり世論を作るっていうのはメディアとしての役割っていうのもあるのであとやっぱりそ,のそこで働いてる人たちってやっぱり批判的にも物事を見るというか、まあえー、結構リベラル寄りな方々が多かったりもするんで中には保守の方々もいらっしゃるんですけれども、えーまあ、そういったやっぱり、えー、ジャーナリズムとかマスコミとかに入る人たちはそういうような、えー 心を持っってていいる人たちが多いっていうのとやっぱりそのどちらかっていうとそれよりもやはり分かりやすさ分かりやすく何か権力とかをバッシングする方法はないかっていうのをやっぱり探っていくとやっぱそうなってしまうっていうのがあるんですよね。なのでもしかしたら今回斎藤知事を擁護するような分かりやすいお話があったとしたらあの逆にあのオールドメディアは斎藤知事の味方をしていた可能性もあります。 例えば斎藤知事が戦っていたとされている権力側の、えー、に何かすごいスキャンダルがあったとしてそれを斉藤知事がその、えー、全力でその立ち向かっていくという方向があるんだったらその権力側をオールドメディア叩いてたと思うんですであの斎、ー、藤知事頑張れみたいな形になったと思うしそもそも選挙も行われてなかったっていうような形になるんですよねなんでオールドメディアはやっぱりその前も言ったように風緑 え日和見主義、分かりやすいものに飛びつく。というのが、やっぱり中で働いている人間としてはあると思います。やっぱり SNS とかネットみたいに、こう、玉石混交で情報が、あの、正しいものもあればあ、あ間違っているものもある、明らかなデマもあれば、明らかな真実もあるって、で、その中にはその、リテラシーの高い方、低い方が混然一体となっていて、で、リテラシー高い方がいろいろ言う、リテラシー低い人たちもいろいろ言うというような、形でその、 えこうえまあ自分自身で個々の情報を判断してねとかいうような形じゃないんで、オールドメディアっていうのは。やっぱりそういう一つの方向に変更しちゃうっていうのはあるんじゃないかなと思います。それがいいに方向にしろ、悪い方向にしろ。っていうのがまず一つえーありますよね。あとはですね。 まああのやっぱりその今回、SNS の力が大きくなったっていうようなことで、ちょっと私、あえてちょっと疑問を提示させていただきたいんですけれども、先ほど申し上げたように、選挙戦になると、実はテレビって、一応中立に報道するっていう使命があるので、というか、建前があるので、なかなかもう選挙になっちゃうと、バッシングとか、誰か1人を取り上げてバッシングするとか、そういったことはできないんですね。 えーまあ、バッシングもしない代わりに平立に扱うというか、まあ、扱わないという方法もあるんですけれどもた叩くというのは一方的に叩くというのは控えて、えーまあ、控えめな感じで報道していくというのは淡々と伝えていくそれが選挙での在り方なんで日本国内で行われる選挙に関しては。えー、でそれにあってやあのまあ SNS 上はもう、あのー、もう盛り上がっちゃってるんで、斎藤知事はいい、斎藤知事は間違ってないとか、えー、彼がここまでのいろんなことをしたとか、確かにそうだと思うんですけれどもね、県立大学の無償化をしたりであるとか、えー、不妊治療に、えー、こうお金を投じたとか、すごい、えー、政策的な部分はすごいやってらっしゃったと、えー、私も思っております。えー、まあ、で、そういったお話があるといい人話っいうのがどんどん広がっていくし、 えーまあ、そういったのが、えー、いい人話というか、まあ、実際にすごい、えー、尊敬すべき人だと思うんですけれども、えー、そういった話が広がっていって、まあ、大きなうねりとなり、えー、そうあの、まあ、熱狂的な形になって、えー、生み出したっていう形なんですけれどもただ SNS ってあのその一方でそういった選オールドメディアに対しては規制が入る一方選挙戦になった,なったらただ SNS ではあのそういった規制がないからもうあの一つの方向に あのどん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 寄ってっちゃうっていうのがやっぱり SNS でもそれは起きることだと思うんで起きてるんで実際にだからあの今回そのえ結構 YouTuber の方とかでもあのインフルエンサーの方とかでも SNS ネットが正しいことを言っているとかえテレビが間違ってるみたいな一方的なえ言いがかり言いがかりじゃないですえ一方的な物言いっていうのがあったと思うんですよあると思うんですよ えー、ただ僕自身はそこはそうじゃないんじゃないかなって、えー、思っている部分はありますよね。まあ例えば、えー、今回ネットで、えー、SNS の使い方がうまいっていうのもあったんで斎藤知事のやり方の,あのボランティアの方々であるとか、えー、あの勝手連って言われてるんですかねあの勝手に応援しようみたいな人たちの方々がいろんな情報を出したっていうのがあると思うんですけれども、えー、ただ、えー、それってそのまあそれもある意味 オールドメディアがこう彼を叩いたようにえ一方的に一方的に彼を擁護する形になってないんじゃないかってなってるんじゃないかなって僕自身は思うんですよねあのパワハラがあったかどうかっていうのは実際には誰にももう当事者がこの世を去っているので分からないことだと思うしえまああのそのどんどんその一方的な情報っていうのはネットでも出るから えこうまあ、明らかにそのネットが正しいことを言っているとか、えー、そういった方向になるのは、えー、僕自身は結構危険なんじゃないかなと。 えー、思っている部分ではありますよねもうあの対立候補の方々もあの、まあえー、ネット上の動きを統制できないっていうような、えー、形で今回そのあの、まあ、全然クローズアップされなかったっていうのも範囲の一つだと思うんですよねで稲村さんの言ってたことも斎、まあえー、藤知事との二項対立に持っていけ,いけなくてどちらかというと今回の斎藤知事の知事の資質が問われたっていうような選挙で斎藤知事以外がクローズアップされてないっていうような、えー、状況にもなったと思うんですよ。 えなんでそのテレビを見れたオールドメディアの層が平立に扱ったことで選挙が始まって以降はなんで稲村さんに入れるえ方々が多かったとえ60代70代それが別にいいことか悪いことかは置いておいてまあその SNS っていうのもまあえ極端は極端であるっていうのをえ私自身はえちょっと訴えたいところではえありますよねえなのでやっぱりその テレビも新聞もネットもやっぱりこう一歩もはテレビは信用しませんみたいな形で見ないとかするんじゃなくてできるなら多くのメディアから情報を取っていってそのまあ何が真実かっていうのは絶対分かんないと思うし最終的には全部主観が入ると思うんですけれどもその私が本当に支持したいのはこの人だなっていうのを見つけて。 選挙につけても何につけてもそうなんですけれどもっていうふうにやっていった方が僕自身はいいんじゃないかなと思うし皆さんがそういう目で物事を追っていけると私はもっと良い世の中になっていくんじゃないかなと思っている次第であります。なるべくその 一方に偏らないような形でお話しさせていただいたんですけれども、あんまりちょっと政治に詳しくないので、このような形になってしまって恐縮なのですが、皆さんも思ったことをぜひぜひお聞かせ願えればと思っております。この動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思った方は、高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。